あ、すいません、お待たせしました。来ました。すいません。大丈夫です。来ました。来ました。え、ジャケットおじさん、こんばんは。入った？入ってないと思います。はい。どうぞ。こんばんは。こんばんは。高橋秀樹さんから一言あるみたいです。はい。ジャケットおじさん、こんばんは。いつもありがとうございます。名指しですね。はい、本当にいつもありがとうございます。コメントも。持田さん、こんばんは。あ、持田さん、こんばんは。最近来てないですね。こういう個人名上げるコーナーでしたっけ、最初は。そうです、大人の配信でございます。豪華ですよ。第15弾、はい、来ましたね。はい、前回でいけますか、はい、15回大会ですから、はいはい、ウェブ決済はこちら。そうです、こちらです。ね、出てないですあの皆様ももちろん生放送ですので、あのコメントですとかご質問ぜひぜひじゃんじゃんお待ちしております。よろしくお願いします。今日は後ほどあれですもんね、はい、ちょっと、はい、豪華ですよ、合流すると思うんですけど、はい、それまではあのいつも通りの我々の感じで、はい、おさげで参りましょうか。あの秀樹さんもね、聞くところによると今日あの半休だと。あ、まあ疲れてますね。あ、言っちゃいけなかったですか。まあまあ疲れてます。あ、疲れてます。でもあの大好きな、はい、おもちゃ屋さんに、ジャケットおじさん、ジャケットおじさん、はい、違う、おもちゃ屋さんに、はい、本当ですかってじゃあ行きましょうか。行きましょう。あの24日まで、24日日曜日までダブルポイントやってるんですよ。はい、はい、やってるんです。今買うべき10銭、はい、いや、もっとある、もっとある。あ、はい、あのおすすめを皆さん、あの春のビームス F、はい、まだ見てない方もいらっしゃると思う。でもビームス F 久しぶりなんですよね。久しぶりです。半年3ヶ月。ああ、じゃあいいですね。年末にやってから。年末ぶりじゃないですか。ああ、はい、ああ、そうです、この回はそうですね、はい、久しぶりですね。いろいろちょっとうろうしてましたんで、はい、久々に、はいはい、ちょっとクルージングしながら皆様におすすめを、はい、どうぞじゃあちょっと まず行ってみましょうか、はい、この棚行かないですか。ああ、こっちからだと思ったんで。いや、これはダメです、映しちゃダメです映しちゃダメどうしますどうしますラポスで長袖ですね。秀樹さんの好きなラコス、はい、これもう少なめじゃないかな。ラコス長袖はもうだんだんと少なくなってきてますよね。半袖、ね、年末に入ってきてね、はい、半袖入ってきて欲しい時にちょうどない、うん、まあ、この辺は新しいですね、はい、この辺りはもう皆さんお持ちの方もいらっしゃるんですか、ね、フルジップ、これはあのフィリッポ・デ・ローレンティス、非常にサラサラしていいですよ。なんかあのカーディガン代わりにいいですよね、上品。はい、はい、本当思ってますか。思ってますよ。思ってますか。はい、でこんなのもありますからね、はい、やっぱりこうあの単価の張るものはこうダブルポイントでね、あのゲットしたポイントがいっぱい貯まりますから。でもさ、よくさ、はい、こういうコットンニットのハイゲージのってあるじゃないですか、はい、でジョンスメドレーとかの冬物のメリノウールってあるじゃないですか、はい、あれどのタイミングで切り替えますか。いや難しい。あんまり喋ると売れなくなっちゃうんですけど、これどう、うん、どう、こっちが売れなくなる、どう営業しますか。でもやっぱりセーターっていう感覚あるじゃないですか、はいはい、でもジョンスメドレーの、 あの30ゲージ冬に買ってもらう、はい、ウールの、うん、丸首の薄手の、はい、ファインでいいよね、はい、って買ってもらうじゃないですか、はい、まあ、あのグランサストのやつもそうですけど、うん、あとだったらモルガーノ、モルガーノもそうですね、いいですよね、はい、つって、うん、でどのタイミングから、いやもう今日からコットンですよつって、それは自分のさじ加減じゃないですか。結構重要で、僕お客さんというか話すんですけど、はいはい、どう切り替えますか。結論出ました。結論は出てないですけど。結論出てないですか。自分なりのこう切り替え方。いや、ぜひ ご紹介してください、自分なりの切り替え方。でももう今の時期に切り替える。今でもまさに今ってことですか。今、はい、で3月、まあ、中旬、3月4月2ヶ月切れればいいかなって。で5月入ったらもう半袖にやりたいところ、長袖着てるのおしゃれだなと思って、そのまま夏なんですよ。結論出たんですか。だから早めに始める方がいいんですよ。ああ、こういうのね、はい、こういうの、3月から、はいはい、今悩んでるよりも
遅いっていう。でもうまさに今、はい、あの色とかサイズとか、はい、あの揃ってる今がグランサスト、はい、モルガン、はい、まあ、これだけじゃないんですけどね、あのジョンズメドレーもあるんですけど、ね、はい、こういうコットンニットは今というあの結論が出ましたので、はい、ぜひあのいいですよね、もう本当にこう。でも着れるんですよ、その30ページのメリノも今も、うん、いつまで着れるの、あのレッキング手前では着れると思うんですよ、あんまりこうあの機能感ないですしね、はいはいはい、ちょっと行ってみたかっただけです。いや、もうあのすごい参考になったんじゃないですか、はい、質問募集しますなんでこれは後の回、あ、これちょっと行ってみますか、これちょっと行ってみますか、これこれどうですか、いいですよいいですよこれモルガーノです、モルガーノ、なんていうんですか、ボーリングシャツって言うんですか、いや、わかんない、初めて、これはあの助けてもらう、あ、そうです、ボーリングシャツです、ボーリングシャツですまあ純粋なあのボーリングシャツじゃないと思うんですけどね、どうですか、前田さん、僕ですか、まだ使えてるんで僕じゃない方がいいと思います。いや、前田さん違う方がいいですよね、なんか、そうです、はい、配信集中しました、すみません、いや、いいと思います、あのボタンも全開にして、はい、あの何でもない白い丸首の T シャツ着て、もうなんかカーディガン代わりにさらっとこう着るのもいいんじゃないですか、そうです、はい、ショートパンツ履いちゃったりして、ね、はい、何笑ってんですか、いやいやいや、すみません、ね、俺がこんなのもありますよ、はい、売らなきゃいけない、売らなきゃいけない、そういうことで あんまり言っちゃいけないね、皆さんの好きなものをね、はいはい、あ、畳むんですねそうです、もう一つの棚、これですね、ここはそうですよ、これ秀樹さん大好きなラコステ、はい、今回全11色ですか、ね、いや、でもこんな色あるんですね、毎年変わるんじゃん、いや、違うんですよ、僕はあの二子玉川なんですけど、え、全部ないないんですよ、そう、まだ、このぐらいしかまだ揃っていなくて、紹介しろっていなくてですね紹介しろ、これすごいいい色じゃないですか、でもね、毎年色変わるんで、こっちがあれですよ、去年やってたあの色とかさっきやってないんで、いや、やってる時に買ってくださいそんなこと言わなくていいじゃないですか、ね、これいいじゃないですか、これいい色ですよ、で去年から自分は緑緑って、あ、緑でおっしゃってましたよ ね、 でもね、はい、何年か前の緑よりちょっと明るくなってるんですよ、でもまだこの緑推しです、去年もあった緑ですかね、去年もあったけど確か2年前からの緑に比べたらちょっと明るくなってます、うん、でこの辺が新鮮なところで、オリーブは別の部署がやってたの僕持ってて、で、まあ、紺、黒、白、鉄板じゃないですか、はい、で赤がちょっと発色変わったんで、これも面白いですよ、いいですね、でも、この赤も気になるのはこの紫と、なんかすげえ難しいけどこの色も難しい、いや、すごい綺麗、ピンクとオレンジの中間ぐらい、2年 3? ん1万6000円ちょっと前に、ね、テラコッタ色のやつ買ったんですけど、はい、あれちょっと難しくないですレンガ色、はい、かっこいいかなと思ったんですけど難しくないです、まあ、皆さんご参考にね、はい、でも今年やってないんで、ね、この色すっごい気になるんですけど、まあ、要は水色、うん、はい、おしゃれに着たいけどなと思って、僕シアサッカーのこれも通じるんです、ここは仲間としてこういう、ちょっと濁った感じこっちの方がさ、なんかウールパンツとかでいけそうじゃん、はい、なんかグレーそうそう、はい、これちょっとスウェットだけどさ、グレーとかでしれっと合わせて、うん、いいですよね、この3兄弟がグレーとかでいけそうじゃん、うん、相性いいです、これすごいよね、いや、ぜひ買ってくれるのかっていう話で、ぜひ秀樹さんに、でも これいいですね、これいいです、これパープル、はい、あんまラコステ興味ないみたいに、パープルかっこいいですね、パープルかっこいいですね、はい、パープル、あ、なんでこんだけやってて、でまあこれが欲しいと、これかっこいいな、
ょっとすごくパープルの似合いそうなおひげの方が、はい、純平さんの声、はい、あのちょっと聞いてみましょう、はい、一言言います。お邪魔します。大人ディレクターの小林です。豪華ゲスト、今日はちょっとあのお邪魔させていただきます。まさかディレクターが来ていただけるとは、自分気になるのはこのパープルか、はい、こういうなんかちょっと、ね、曖昧な、ね、曖昧な色ね、色、うん、こういうのもいいなと思います、うん、で自分結構冬あ夏でもショットが履かないのでベルイチのウールパンツとか着て、うん、まあまあ、グレーのチャコールグレーのパンツにこういうちょっと曖昧なものをちょっとサイズワンサイズアップぐらいで着てもいいかなと思っております。でも本当のお休みのプライベートだとショートパンツ履きますか。いや僕沖縄でもベルイチが一緒だったよ。そうなんですね。まあ、本当に小学時はショーツで長袖なんですけど、ショーツ本当に1枚ぐらいしか持ってなくて、あんまりショーツ履かないです。あ、そうなんですね。これと、あ、これこれちょっとあの情報が入りました。あの、はい、パープルは昔ビームスのこうマストアイテムです、ね、はい、情報が入りました。 N さんから、はい、N さんから情報が入りました。匿名の匿名の N さんから皆さん見えてると思うんですけど、エドさん聞いてます。はい、いやでもね、今回のそういうこんだけ入ってきて思ったことがそう、うん、なんかマストって言いながら、はい、未だにラコステ白しか持ってないんですっていう方意外といて、うん、はい、なんで持ってない人はここから進めてほしいんですけど、はい、この色は本当パープルと、はい、まあ、毎年言ってんなっていうグリーンとこれがねあの持ち田さん、持ち田さんからコメントいただきましたね、持ち田さん。最近避けてますよね、持ち田さん。すごくないですよね。あのラコステのサイズ表記は、はい、フレンチラコステですか？持ち田さん。失礼しました。あのサイズ表記はあのお尻になってるので、2、3、4、5というサイズ表記です。持ち田さん2でいいんじゃないですか？お茶さんに2でいいそうです、はい、あのフレンチラッコじゃないです、はいはい、メイドイン日本日本です、はい、ジャパンです、はい、コメントありがとうございます。お茶さん何色か後で連絡くださいですか。あ、そうですね、はい、ぜひ。お茶さん半袖着てるのもう何年も見てねえな、ちょっとカラー連絡お待ち、はい、ちょっと引っ張りましたが、はい、次行きましょう。こっち側行きますか、はい、はい、春の今日もすごい寒いじゃないですか。でもう在庫がなくなっちゃってるんですけど、はい、これですね、今からワブワみたいな人も危ないんで早く来てください、うん、もう用意できないのもあります。結構完売しちゃってるのも、はい、この週末ワブワと思ってる人もう本当買えないかもしれない、はい、そんな方に、そんな方にですね、そんな方にこう、はい、そんな方に、はい、まあ、去年も人気だったウルリッチのマウンテンパーカーショートみたいな、はい、で、あのいっぱい売れて去年も買わされたよっていう人がいるんですけど買わされたってどういうことですか。支援してあげたよっていう人がいると思うんですけど、ご協力いただいて、はいはい、あのまだまだありますので、はい、あります。かっこいいですよ。これももう数少ないですよね。バルスターもいいサイズが、はい、少ないんです、はい、少ないんです。でご好評でこれからかなと思う人はもう週末まで早く来ないといけないです。はい、日曜日までダブルポイント。これも少ないですね、はい、もう少ないです、はい、あともう少ない、ちょっと少ないの紹介してもあれなんで、あのゆっくりされてる方がハッてなるかもしれない。あ、急がなきゃ、はい、はい、日曜日まで行かなくちゃ。お店暇してるんで暇してない、まあまあ忙しい、別に忙しいです。あの、こんなもんですね。アゴンタージなんかファティーブとか面白いですね。あ、うちの方も面白いですね、はい、これですか、うん、あ、これ飲食展開です、うん、はい、ポケット好きはいいかもしれないです、ね、ちょっと面白いアイテムです。ちょっと緩いです、フィッティングちょっと、はい、説明だよね、ポケット好きの人ポケット好きの人もう何にでも当てはまるよ。自分は割と
応あのモノクさんで何でも入れちゃうんです。ああ、いや、わかりますわかります。で膨らんでダセーなと思うんですけど何でも入れちゃうんです。手ぶらで痛い、はい、実は僕がポケット好きです。はい、全国の、はい、全国のポケット好きの方に受けた。これもありますよ、ポケット好きの。でそういう特集じゃないんですよ。一応小林さんの服の紹介もしないといけないな。ああ、そうですね、はい、で、アボンタジはあのこうあの小林さん意外と見てるからね、これね T シャツも揃って、うん、小林さん見てますか、ね、オーベルジュね、オーベルジュちゃんときちんとやってます、ね、オーベルジュきちんとやってます、はい、ロングスリー、もう定番です、定番です。はい、ここもあ、ベーカーの紹介してます。こ、ちょっと僕いいですか、じゃあお願いします。これいいんですよ、これ。ああ、昔のトレーナーみたいなね。そうですよ、これボンフィルっていう。クラシックだよね、はい、これこれご好評で。本当？そうなんです、実は。結構難易度高いと思ってた。実はご好評なんです、これ。へえ。どんなご好評なんですか。エピソードで。あの、今日も買っていただいたお客様いらっしゃる。もちろんいいじゃん、ちょっとセールストークは。セールストーク、もう、あの、この見てください、この極上のこの厚み。でもこれあの普通の半袖 T シャツなんですけど、これ日本のブランドです。超クラシックだよね、なんか某あのハイブランドでこう T シャツ作るときはここを頼んでみて。ああ、そうですか、はい、これすごいですよ、これ体操服みたいな。いや、もうがっしりして、がっしりがっしりして、すごいです、これおすすめです。ちょっとあんまりもう意外と在庫みたいなのなくなってたんですけど、なんか一回ちょっと触ってみてください。はい、ボンフィル、はい、はい、エフセクバッターの小林さんが喋ることがある。怒ってますね、目に見えないですよ。F 点なんで、F 点なんで、グローバルですよ、グローバル。これブリッダーセクションですか、これは。セクション、これ F ですよ。はい、分かってね。グローバルですから。ここ全部 F です。ああ、オーベルジュ。オーベルジュ。はい。ジョブズのいいんだね。これいいジョブズ。これブリ、はい。まあこれご好評です。あのジョブズはタイトかなっていう方にはこれ、はい、いいですよね。はい。高橋さん。ジョブズ。ジョブスティと同じ生地でちょっと微光沢な、はい、非常にストレッチ性も高く、生地をもう一から作っていますので、これが完全オリジナル。先に出てたのジョブスティ、はい、うちの社長が、はいはい、でこっちは袖とリブになっているんですけど、はい、鍛えてる人はピチピチで着るだろうということでタイトフィッティングです、うん、でこっちはこの生地の雰囲気いいんだけど普通のが欲しいって方はこちらですね。でちょっとそっちよりもこのリブをちっちゃくしてたりとか、微妙に違うんですね。本当だ、はい、こっち細い。そうです、だこちらがよりちょっと上品な上品にしてたりしています。はい、毎シーズン好評だ。いや、ご好評ですよね。この、 あの肌触りがすごく好評です、はい、F のオリジナルは、まあ、ベーシックなコットンの T シャツなので、こっちはちょっと微光沢のものになっております、ね、はい、でそろそろなんかもう一人のゲストの方が、そろそろ出せっていう自然を感じますよ。そろそろ出せ、俺だろそろそろっていう。俺だろそろそろ。クワトロッキー、そう、クワトロッキー、幅のコーナーに来たものの、はいはい、わざわざクワトロッキー、クワトロッキーもありますよね、はい、はい、これもご好評ですよ。秀樹さん、なんで後ろに行くんですか。やっぱこういっぱい人がいると思って、ボスが来て、これは中村さんがご紹介し、ご紹介するんで、ご紹介するんで、先に紹介して、はい、これはハードルが、クワトロッキー、昨年もすごいご好評でしたね、4つの目ですか、4つの、まあそういうあの、はい、クワトロッキー、それどうでもいいみたいな。流すとこ流しますかね。もう本当になんか大人のカバーオールみたいな感じで、すごくあのご好評です。もともとピヨンボ、スタッフが持ってたピヨンボの形をこうレザーに乗せ替えて、うーん、去年のはもうちょっと加工が激しかった、あの茶色の少しみたいな、そうですね、村加工みたいなのあったんですけど、はい、
お店のインスタライブでもよく大人のカバーオールっていう質問があるときに、ありますね、はい、割とすぐレザーって言っちゃうの、はい、いいと思います。お値段は上品に決まりますし、お値段は、はい、お値段はびっくりですよ。今日すごいですね、プレッシャーが78,000円に消費税です。イタリア製、はい、イタリア製でしょ。この色いいですよね。あと似たようなやつをいくらかって見せて78,000円アピール。今日何でしょう、僕なんかちょっと指導受けてますよ、ね、囲まれてます。頑張れ頑張れ。え、似たようなやつ、うん、なんかない、あったでしょ、シャツジャケットみたいなやつ。スープワンドとかないね、カバオルはない。でもシャツタイプ、これもシャツシャツ、これが某シンクアンタでまあこれシャツなんですけど、こんなにします。こんなにしますね。まあそっちが普通の値段、はい、で割とあれが普通の値段です。クオリティが悪いです。もう中村ディレクターもう映っちゃう。こっちこっちも出ちゃうから、ね。こっちも出ちゃうから、ね。こっちもこっちも、ね。今日は邪魔しに来たんです。中村ディレクターです。よろしくお願いします。今日はあの邪魔しに来ただけです。その割にバッチリスーツ着ちゃった。邪魔しに来ただけなんで。そうなんです。これは去年あの僕があのリコメンドアイテムで、あのネイビーで。紹介してすぐ完売しちゃったやつ。これですね。いやその時も、その時もあの汚し加工じゃない方がいいってずっと言ったの。はい。というのは、はい、インタチャギャリーだからみんなひねるでしょ、うん、で ひねらなくていいよってずっと言ってたんだけど、いやそれじゃあギャラリーじゃないですって言われて。ギャラリーじゃないですなんですけど、言い続けたらひねらないのが入ってきますよね。いいですね、でも結局着やすい、ひねらない方がみんな良かったということで、着やすい、ちゃんと裏がついてますので、はい、ちゃんと滑ります、はい、いい感じですね。これでサイズが、サイズがもうね、すごいいいんですよ。着丈の、はい、着丈のバランスとかね、さらっと着れる感じだから。普通の人が着るともうちょっと46でゆったり見えるので、うんうん、着丈のバランスもいいです。袖もいいな。アメリカンカバーオールとかよりちょっと丈が短い、うん、けど短すぎない。もうステッチの幅の感じとかも、はい、オートスウェードだっけ、はい、これ革がいいですよ、水洗いして。やっぱあれですよね、こう腕にこう萩が入ってない。萩がね、萩がここに入ってない。普通は結構こう袖のところ、ここの中に萩が入る、萩が入っちゃう。これあんまり萩が入ってない、はい、背中の真ん中だけ胸のところ、それも結構すごい。あんま見てたら芝居の可哀想だね。やめましょう。よくできてます。今時あの怒られますよ。大丈夫です。それも怒られますよ。映ってないです。大丈夫、映ってないです。今時メイドインタリーで7万円台買えるとなかなかないんで。はい、他の革ジャンもまたベネチアの方でプライスがそうですもんね。そうです。こっちがグレーです。アントレチン、この色もすごいいいよ。気持ち入ってない。いやいや、似合いそうですよね。ほんといいよ。じゃあ、ちょっと、あの、50なので来てもいけるんじゃないですか、ね、似合いそうじゃない。ありがとうございます。クワトロッキは、冬だって N3B とかも似合いそうな人は着ないとダメだ。ちょっと早速いただきます。いいな。ちょっと大きいです。かっこいいです。でもほら、今日みたいなさ、そういう千鳥格子のパンツとかさ、ちょっとこのキレンテックのパンツとかに合わせていいじゃない。でも元締めとかだったらこのぐらいで着てるからさ、ちょっとゆとり入れって、うん、いやいや、おじさんはもうちょっと、あ、まあ確かにきちっとさせて着ないとダメだよね。ジャストサイズがいいですね。はい、普通は46です。そうなんです。身長が、はい、178です。48でいい色ですね。50まで、44から50まで展開しています、はい、いや、これはあの本当にいいと思います。あの高橋が言ったように10何万とかだとちょっとね、革買うのに汚れたらどうしようとか、ね、いろんなね、そういうのはあるんですけど、そこまで考えなくてもいいくらいのプライスなんで、ぜひダブルポイントで、はい、はい、おすすめです。
今回も2コマあるんですか。2コマございます、はい、2コマですね、はい、クロトロって割とどこのビーグスで入ってますよね。前回すごい売れたから、はい、あの今回いっぱい作ってます。はい、ぜひお早めに皆さんよろしくお願いします。チェックしてください。はい、よろしくお願いします。あ、中鉢様よりスリルあふれる登場ということでいただいております。はい、邪魔しに来ただけです。中村ディレクター、このチャンネルがですね、あのスリルと笑いのファッションチャンネルって言われてまして今日は神秘です。そうなんです、そうなんです。それがいいと。いやいや、でもね、はい、これあの YouTube で、はい、そういうふうにあの若い子たちにね、はい、フランク出したら、はい、なんか僕がなんかそういうふうにあのパワハラしてるみたいな感じでモヤモヤするっていうコメントが前入ったんですよ。お客様から、はい、もやもやする言い過ぎ、言い過ぎだっていうのを、いや、なんかそういう風に感じるっていう、ああ、はい、僕は場を和ませようと思って、はい、いつもこうやってフランクに話してるんですけど、はい、それがなんかもやもやしますっていうことが、はい、YouTube に入っちゃう。それはまた別の回ででもこのチャンネルはあの大丈夫です。座談会用意しますじゃあもやもやしないようにやりましょう。ありがとうございます。はい、でしつこいんですけど、うちしかやってないリゾート。うちしかやってないんです。毎回のお知らせでございます。はい。あともうシャツそのまま行きましょう。パンツちょっと触れてないですけど、リネンシリーズ。30分。これ。もう30分です。え？ちょっとあっちのコーナーとかも。そうですね。12時回るんじゃないですか。じゃあリネンシリーズ一回入ってるんで見に来てください。これだけプルオーバーです。それはこれおすすめじゃないですか。これだけプルオーバー、はい、ブリラはこれはね、僕はどうしてもやりたくて、お生地を自分で丸さらして、はい、で、形も変えて、ブリラは、普通のはプルオーバーは全部今回スタンド、そうなんです。これだけ僕はやりたかった、はい、でこれでこれとは形も違う。違う、こっちプルオーバー、プルオーバー、あープルオーバー、はい、プルオーバー聞いてみるの、聞いてねえな。で、ボディをダーツが入ったんですけど、ちょっとなんかプローバーでダーツ入ってるのおかしいねっていうことで、あのボディも変えたんです。はい、生地を探してっていうことですか。そう、マルチストライプやりたくて、まあ、今年のね、ストライプが流れなんで、はい、たくさんストライプありますね。ほら、あの昔話で悪いんだけど、僕は若い頃80年代と90年代でいっぱいあったのよ、うんうん、で最近あまり見かけなかった、はい、でもストライプの流れが来たから、こういうのやりたいなって言って一本釣りでやりました。ハムディレクターと、これ着たら何着ますか。ローコートのパンツとか、こういうさ、はい、こういうなんか、こういうパンツ出すんだけど、これあのグルカ、グルカですけど、こういう感じ、いや、チャンブレー生地のこういう生地がいいんじゃないっていう、うん、で、まあスニーカーでもいいし変のこれホワイトバックスみたいな僕はあんまりあのダンスシューズは履かないんで、もうそれとかまくっちゃって、で、まあ裾出してあのスクエアなんでこれ、はい、こういう合わせない、合わせない、合わせません。ミリタリーパンツとは合わせません。気楽にさらっと、はいはい、マルチストライプ、まあ、あとドローコードのパンツとか白とかで合わせてもいい、はい、ぜひおすすめです。これがこんな感じだ、綺麗です。2万円に消費税です。はい、XS から XL までやってます。まだあの入荷したばかりですので、はい、ぜひチェックしてください。あの多分来週ぐらいにまたカジュアル編の動画があるんですけど、そこでも紹介してます。あ、ぜひ見てください、はい、追加はありませんので、 お早めにということですね。なくなったらもう終わりです、はい、プロオーバー、プロオーバー、はい、別に煽ってません。綺麗です。あの買っていただけなかったってもいいんですけど、ちょっと見ていただきたいなっていうふうに思います。ありがとうございます。はい、サボさん様、中村さん、二言ながらでお見かけできて感動しました。オーラありすぎてビビりましたって。双子玉がによく行かれるそうだって。双子玉がしょっちゅう行ってる。月に2、3回は行ってるんで、お見かけされた方はお声掛けください。お声掛けください、はい、ありがとうございます、はい、全然あのオーラありませんので。いや、もう向こう行くんだけど、ちょっと構造のところのシャツなんで。構造のところって。で、まあもうちょっとこう時期が来たらでもいいけど、はい、一応構造のところのシャツ。構造のところ
入ってるよ。コロニークルージング、はい、まだ詳しくは、詳しくはまた説明してくれて、もう一色ありますよ、はい、いいんじゃないですか、去年なんか少なくなっちゃいましたからね。いや、まあ、ディレクターが手を加えて入れるようになったっていう、はい、ディレクターが手を加えてやっと入れるようになった3万円勝利します、はいはいはい、アルビニーです。黄金のシャツじゃん。これもアルビニーですはい、こうこんなのです、はいはい、じゃあちょっと移動します。10秒行かないと3時間コースになっちゃう、はい、ここの前に、はい、原宿しかやってないファーイーストマニファクチャリングシャンブレー、見たことないです、はい、なんで原宿しかやってません。 見に来てください。これブリーナーです、はい、あ、ブリーナーですね、はいはい、これほぼ画面がかかる。あ、すみません、お待たせしました。すみません、ちょっとじゃあネットが混線してまして、今復活しました。すみません、失礼しました。はい。はい、実はこれ、俺も欲しいなと思って、洗ってみるから、はい、洗うとすっごい綺麗と、あの、でも、多分すごい洗い方しないといけないんだと思う。すごい洗い方。すごい洗い方。すごい洗い方。どんな洗い方よく、いや、うちの服だとさ、そのクリーニングですかっていうお話を受けるものの、はい、いや、スタッフは近くで普通に洗ってますよ。うんうん、でもあのネットに入れるかどうかは自己責任で見たのがあるんですよ。で、その時には洗剤は MR でみたいな話、MR って言っちゃいけないかもしれないですけど、まあ、その類の蛍光剤の入ってない、はい、ね、あの洗剤で洗うんですけど、あのこれに関してその色落ちを楽しみたい場合は、もうアタックの粉、はい、それも商品名言いますけど、自己責任蛍光増白剤が入る、はいはい、まあアメリカ製のごっついあの態度、あの、それ言っちゃいけない、もう全部商品名言ってるじゃないですか。要はもう粉石鹸で、もうなんか粉石鹸とかのちょっと強いやつで普通に洗って、はいはい、天日干しちゃんとするとどんどん色落ちしてきます、でシャツもあのほとんど、まあ、ちょっとマニアックな話なんですけど、ユニオンスペシャルっていう、よくあのデニムとかジーパンをパッカリングさせる時のチェーンミシンで、いろんなところが縫ってあるので、とにかく縫ってあるところが全部こうパッカリングしてるんです。なのでパッカリングと色落ちと楽しめる。楽しめる。高橋リゾルトの副業やってんの？いいよ。あのこういうのはあんま話表に出ない話なんですよ、うん、お店に来ていただいた方に。じゃあそろそろ僕のすすめいいですか？そろ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 、はい、このギローバーでこの辛みの、あ、メッシュですね、辛みのこうメッシュのウエスタンシャツ今年やったんですね。これあの実は5年ぐらい前にあの僕やってて持ってるんですけど、あのその時あのなぜかワイドスプレッドだったんですよ、ウエスタンシャツなのに。まあイタリアものがすごい流行った時だったんですけど、それが本当にね、夏着る時に最高にいいのに、風通しもよくて、でやりたいなと思ってたんですけど、まあ、ずっとなくて、そしたら今回コレクションに入ってたんで、じゃあ辛みでもう一回やろうということで。洗いかかってるやつですか？そう、もう縮んだ、もう縮んだ、安心ですね、はい、でこれもあのウエスタンですが、これもやってます、はい、記録はこれは1回完売して再入荷した。ああ、ストライプですこれです、はい、これは去年の夏完売したやつで再入荷した。はい、辛みはよくこう透けるとかあるんですけど、うんうん、そんなことないんですよ、全然透けない。これに関してはよくあのメッシュみたいな頭が皆さんめちゃくちゃ通気性が良くて、でコードレーンとかと一緒で肌に当たる面積が少ないので、はい、ドライタッチで風通しも良くて、すごいすごい、みんなほらこういうのをね、ジャケットの下に着る方もいらっしゃるんですけど、まあなんかこういうのをあえてジャケットの下とかに着てもいいと思うので、まあ、ネイビーシャツとして普通にジャケットとコーディネートしていただいてもいいんじゃないかと思います。はい、はい、マリアでも絡み合ってます。そういう話じゃないギローバーでした。そういう話、はい、カジュアルウエスタン、カジュアルのウエスタンにこの絡みを乗せたっていうことが大事だって言いたかった。公開説教ですか？皆さん見てますか？皆さん見てますか？忖度ないのいいんだけど。
ちょっとずれてるから。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ギロバよろしくお願いします。お邪魔してるだけです。はい、これ高いコーナー。以前あったポルペッタのオーナー会ってあんまり。うちから、ね、横浜とかでやってたけど、まあ、純平さんがそれに分かれば、はいはい、結構納期がちょっと不安定だったので、あのオーダーがすごい入りすぎて、はい、だったので、でもただまたやりたいなというお話はメーカー様にしてますので、実現できればというところです。はい、あと褒めてきたパッソは一応追加しておりますので、はい、はい、ポルペッタ、ポルペッタ、パッソ、はいはい、パッソ本当ずっとやってたんでやめようかなと思ってたんですけど、ここに僕お店来た時に誰かの顧客様がパスト履かれて、そのご友人もなり、このパストすごいいいですよねって僕にすごい話しかけられたんで、これやめるわけじゃないですかそうですね、ありがとうございますお一人の声から、お一人の声から継続しております。皆さんも声を募集します。はい、はい、パストも追加しております。ありがとうございます。テラシー様、そういうことです。はい、ありがとうございます。で、日曜までやってますよ、ちょっと紹介してもらって。ああ、ぜひぜひ、これ、このブランドです。ボリエボリエロ。はい。非常に、原宿では大高い。はい、日曜まで。日曜日まで。はい。行っております。はい。よろしくお願いします。詳しくは、この間のインスタライブを見ていただければ。はい。まあ、言ってもいいなら、言ったこと7割ぐらいしかなかったか、そうですね。まあ、でも、来ていただいて、そうですね。はい。見てみてください。はい。はい、で、ちょっと、トナさんの見ながらおすすめの、はい、なんか、急ぎになってきましたね。ね、はい、急ぎになってきました。はい、急ぎになってきました。これ、絨毯変わったじゃないですか。いや、なんか踏んでくれって言われてさ、これどこ行くかわかんないんだけど。これ、いいやつですよ。また絨毯の話になっちゃいますけど、これ、これいいやつですよ。これ、これあの、ま、あの、これ、麻痺柄って言うんですけど、あの、こう、ここ、この、この波の、あの、こう、波紋みたいなんですよ。これがあればあるだけ、すごいあのこう高級な感じなんですよ。で、これちょっと裏見てください。これすごいこれあの目が細かいんですよ。これわかりますか、これ裏なんですよ。すごいですよこれ。いや、これ違いますよ、これ違います。はい、はい、細けえな。踏むことを許された芸術品って言われてます。はい、絨毯も売りそうだね。やりたいですね。これのこれのリミットもないんだ。あ、はい、あの原宿は抜かれてしまった。そうだ、ね、これ前あの紹介してるビエルモンテ。はい、ビエルモンテはもう何どれも好評で。じゃあ、あのグリーンのやつも。はい、はい、よかったです。で、バンチもバンチから聞いてるんですよね。紹介したのはね、そのグレーがまだ唯一。これだとビジネスでも着れるんで、ある意味シワにならないし、あのいわゆるクリスも取れにくいからいいですよね。すごい、あのまだあの触れたことのないお客様ぜひこうちょっと握ってみてください。すごいですよこれ。でもね、これあれ知ってる？日本にすごい人気があるんだけど、はい、ヨーロッパだとあんまり人気がないみたいな。え、そうなんですか？なんかまあほらゼニアってさ、こう柔らかいイメージじゃない？で、日本人はほら英国の生地好きだから、はい、やっぱり英国っぽくて、ザ・ゼニア、そうですね、ゼニアで、はい、このピカピカのトロトロがゼニアに見えるの、はいはい、これはただアメリカとかヨーロッパに行かなくて、へー、日本人と、まあ、あとヨーロッパでもファッション業界人の人たちはみんな好きで、はいはい、だけど一般のお客さんのゼニアの感じじゃない、うんうん、まあ、いわゆるゼニアのかなり通な生地。でもいいよね、シワにもいいです。英国紋のこうフレスコみたいなものより滑らかですね。ランジも強いですし、うん、はい、滑らか、滑らかだよね、表面が。なのでやっぱイタリア製でよく作られたメッセージ表情って感じがしますね。12万8000円に消費税です。どうしたんですか？カメラ向けられたからですか？あ、でも、あのあれなんですよ、今大事なこと言わないです。スーツ高くなったねみたいな話をやっぱお店にいるとよく聞いて、スタート値が今この9万円のこのカノニコの2プライなんですよ。で、これもう全然いいスーツなんですけど、はい、いやー、そうか、ネイビーがないけどあれか。で、まあこの間買っていただいたら、え、もう今9万円もするの？でも混んで探してるのはこれが近いなみたいな
お話がありながら、でこの20マイクロ、21マイクロもすごいいい、はい、これも全然いい生地なんですけど、いわゆるイギリスっぽい感じのシワにならなくて、はい、あの仕立て映えがすごいいい、ドライン、そうなんかね、あのカノニコのこういう夏物っていうのが超背中のイメージだったんですよ。スープライ始めてからナイス、ナイス、いい話ですよ。そうです、そうです、スープライを始めてからすごい、でもね、僕はこの21マイクロンがカノニコの中では一番好きです、はい、あのいい記事になりました。なんでこれおすすめです。21マイクロン、そうそう、ツープライで、これを紹介してほぼほぼこれだったんですけど、やっぱこっちのブルー、今まあ入手困難っていう話なんですけど、はい、やっぱこっち着るとこっちだねってなっちゃって、さっきのプライスからここまで皆さん財布の紐が緩みました。まあでもジェニアだからね、はい、でも結構安い、はい、安いと思います。そのお客様には申し訳ないんだけど、このジェニアの生地の値段を考えたら、そうなんです、安いと思います、はい、でも満足度が上がります、はい、ありがとうございます。はい、スーツ本店でいいですか。はい、そんなね、EG シリーズもあってちょっと紹介したいんですけど、はい、あこのこれ、はい、また残しておかないとネタ切れになっちゃう。確かに最近入りました、ね、EG シリーズ、はい、軽いにしたというです。でジャケットが、はい、これだけお願いします。はい、はい、これティトのポップサックコットンリネンのものなんですけど、あのこれプレスルームにもサンプルがなかったので、もう本当に今多分皆さん初めて見るものかなと思います。これでも画面でわかるかな、普通のじゃないんですよ、ちょっと2色なんですよ、3色、奥にブルーが糸が、あと黒みたいな色も入ってて、すごくあのお店の人にはまたホップサックですかって言うでしょ。いや言われてでも大好きですから、はい、なんですけど、いわゆる他のホップサックと全然違うでしょ。違います。わかるかな、ちょっとこう、多分アップでわかると思います。ブルーの糸が結構、うん、奥に入ってますね、奥に入ってる、ね、はい、すごい立体的なフレスコなんですよね、はいはい、非常に表情のある、はい、清涼感も感じさせられる、うん、素材がリネンウール、リネンウールなんで、リネンウール、まあ真夏でも着れて、かつシワになりにくいっていうところがありますね。はい、ティトはコストパフォーマンスありますね。でティトで今までこういうネイビージャケットやってなかったので、今回から展開っていうところです、ね、もしネイビージャケットでインポートの、あんまりそのめちゃくちゃ高いようなものじゃないものであれば、こちらおすすめです。あとこれもプレスルームにサンプルなかったので、はい、初登場、うん、ジジイ先入りましたね、はい、これはあのメーカーが持ってたストック生地を使っておりますので、このプライスで収まっていると、はい、今万円、うん、インポートでこのリネンで10万円、10万円もここぐらいしかなかった。すごいしっかりリネン、これも彼たちが彼ら持ってる生地でやってるんでこの値段出るんですけど、はい、本当にそのシーズンもので買っちゃうとやっぱり16万とかそのぐらいしちゃうんで、そういう意味ではものすごいちょっと今回チャンスです、はい、プライスとしては、はい、非常にまあネイビーも濃いネイビーですし、まあ、今シーズンのまあトレンドもあるこういうちょっとオフホワイトベージュといった色もご用意してますし、こうグリーンのジャケットとかも結構皆さんチャレンジしてみたいっていう方多いんですけど、あんまりやっぱり色が強すぎたりとか薄すぎたりする気にくい形なので、まあ、ちょうど合わせやすい、まあ、グレードも合わせやすい。今年のトレンドカラーですか。でこれはあの汚れる心配のある人は、まあ、あの高橋だったら丸洗いしちゃうでしょ、はいまあ、ウォッシュのね、あの製品洗いのものなんで洗えないことはないんですね、はい、ただ、まあ、自分でアイロンかけたりとかいろんな問題があるんで、高橋だったら洗っちゃう、洗います、向かいます、詳しくは間違いない洗い方は洗いたい。まあ、でも汚れ気になるんだったら防水スプレーかけておくのも一つの手ですよ。まあ、ちょっと匂いがな、はい、最初気になるけど、はい、ここにねファブリック用の防水スプレーを、はい、まあ、それでも汚れるとは思うんですけど、はい、ちょっと、はい、まあ、緩和されるかなっていう。これで48、もう形は結構比較的ベーシックなもの
純平さん緑っていうイメージないんですけどね。持ってます、ピットで持ってますよ、はい、あ、中古の持ってますね。中古の持ってます、はい、あ、じゃあ緑ですね、はい、意外と緑です、意外と自分だと50、最初はこれ似合いそうじゃない今日の学校に。純平さんで、50かなと、これ48です、48、これ46です。なので比較的まあ普通の48っていう感じです。ちょっと肩が出るわけですか、仕掛けもある程度ありますので。みんな手綱じじで、ここはあのかつて有名だった 8W も形としてはあるんですけど、比較的ベーシックなものを今回やります。で48、46、48です。まあ、ちょうどね、洗い加工だから気楽に着れるっていうのと、まあ、あと10万円っていうのは、まあ、今となったイタリアモンでは相当安い。そうですね、はい、なので次は秋冬はジジはあのストック生地でいいのがなかったので、まあ、この春夏だけかもしれないです。ああ、ぜひ希少なブランドになるかもしれない、はいはいはい、ぜひお試しになってみてください、はいはい、はい、そんな感じですか、はい、あの、あとですね、はい、あのぜひ皆さんのおすすめのネクタイ、ダン様、あの一本ずつチョイスいただけませんか、おすすめのネクタイ。いや、俺おすすめネクタイもブログで上げてるから。じゃあその間にこれを、あ、どこその間に、その間にってえ、あ、これ車でいいですか、はい、これいつから取り扱っているものか、これ最近追加で、これ最近追加で入ったんですけど、まあ、リームスのスタッフがすごい着用率高い。今日入ってる人いないか。クレバリーを始めたのが確か1993年とか4年ぐらいだったと思うんですけど、その最初の方からあるね。だから30年ぐらいやってるかなっていう、ずっと売れ続けてるあの名品ですね、はい、でこれあのロンドンのクレバリーのショップでもベストセラーだって言ってました、はい、もともとはで、これ似てるデザインのやつは、まあ、エドワード・グリーンとか他のあのお店でもやってるんですけど、このクレバリーのビスポークから出たこのデザインが元々の始まりなんですね、はいはい、でまあなんかちょっとこうカジュアルなスーツとかにも、まあ、ローファーって普通あんまり合わせないんですけど、まあ、このシェイプの感じとか、ね、があるんで、そういうちょっとカジュアルな、そういう今日みたいなスーツの足元なんかにも、スーツにローファーってなかなか難しいんですけど、はい、最近やっと入ってかっこいいですね、はい、あの在庫ももしあるので、はい、まだ入ってたことがない方にはちょっとおすすめかなということで、はい、あの一部やっていない店舗もあるので、あのぜひあのお声かけいただければ、あのお問い合わせなど在庫ショップ見てみます。それは本当名品だね。リングスのスタッフも、前田君持ってないよね。持ってないですね。欲しいですね。ちょっとクリップ。はい。入荷したばかりです。はい。今はサイズあります。よろしくお願いします。はい。はい。ありがとうございます。はい、すごいです。385人の方が、皆様ありがとうございます。見てくださってます。今あの純平ディレクターがネクタイをチョイスいただいてますね、はい、僕はほらブログで紹介しちゃってるんで1本だけ10本以上紹介してる。本当ですか。トモソンそこすごいじゃん。準備できたらこれ、はい、はい、自分は結構最近スーツを着始めて毎日スーツ着るっていうのを自分に課せてるんで、今シーズンだけで結構6、7本も買ったんですけど、インスタに行きます。ありがとうございます、はい、これも買いました。これはこれいいですね。これはい、これいいですね。はい、これはいいんですけど、はい、決定としてはちょっとビキモなので結構締めにくいです。あ、巻きにくいんですよね。巻きにくくて、はい、でこうここからが結構大変です。ここまでは行くんですけど、ここからクッとするのが結構大変です。特にあのタブなので今日ちょっとあれですよね。はい、ただかっこいいんで全然いいです。茶色との相性いいですね。そうです。なんかこれ締めにくいなと思ってもらうと思うんですけど、それがいいです。そこがいいと思う、はいはい、でこれ持ってきたのは自分はちょっと、まあ、ある程度ベーシックなものも買い揃えても、次こうパープルが入ったものとかがいいなと思っていて、うん、なんか色気あっていいですね。ブラウンパープル、はい、さっきのなんかビエルモンテみたいなものとかいいなとは思うんですけど、あとはなんかグレーのスーツにこういうパープル、うん、
たいなのも洒落ているなと。一見あのフォーマルっぽく感じちゃうんですけど、全然大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。はい、はい、あとはこういうブラウンにパープルみたいなのがいいなと。今はないんですけど、ちょっとベージュっぽい、あ、そこのかしこみたいな、こういうベージュとかにパープルみたいなのも個人的にはちょっと小林ネクストステージとしては行ってみたいなっていう感じ。はい、ネクストステージ。そうです。第2ステージ。第2ステージとしてはいいかなと思っていますので、はい、はい、こういうパープルものは個人的におすすめでございます。はい、あ、これ色気あるんですね。はい。じゃあトムヤが選んでる間に僕のおすすめ。え？スマートフォン。新しいですね。もうじきこういうの入ってきますから。よろしくお願いします。これ F だけですか？はい、F 限定です。あと僕は詳しくはこのインスタでジグザグです、はい、これも買いました。ジグザグ入ってきます。ポリブラのダイヤモンド、これはもう本当ベーシック使いやすいのでおすすめです。これレアに買いました。ちょっと持ってきてる。いや、これあのサプリなかったです。マリーノこれ多分すぐなくなっちゃうかもしれないです。ほら、こういうベージュのスーツとかにかっこよくないですか？おそらくこれは中村さんがブログで買おうと思ったけどもうなかったシリーズ出てきちゃうんで。で、これはローシルクって言ってちょっとこういう太い糸がこう出てる独特の素材感、これは洋服屋さんが好きな素材ですね。で、こうほらベージュに今日僕ネクタイもピンクとかパープルがこう入ってますけど、これはもう 4,5 年前の馬ガーディですけど、これすごい気に入って今もしてるんですけど、まあ同じ色の感じでこういう風にベージュとかちゃんとするとすごい。さっきのビエルモンテの生地もブラウンのビエルモンテ、これあのブログでも紹介したビエルモンテの茶色、こういうのに、ね、茶色に組み合わせてちょっとこうパープルっぽいシャツを着ていいですよね。で、小林がさっき言ってたこれなんかもいいですよね。これを茶色のやつ、これも僕いいなと思ってさっき見てた。オリジナルなんでサンプルがなくてあの紹介してないんですけど、ほらいいでしょ、こんな感じで合わせて、こういう茶色と合わせて、茶系とかベージュのスーツ持ってる人にはこの辺すごくいいかな。オリジナルは結構サンプルがないんで、はい、僕らもお店来て、あ、なんかこんいいなと思ったらオリジナルっていうケースだけど、あとさっき小林が紹介してたこれもオリジナルなんですけど、これはですね、なんかいわゆる最近流行り言葉で出てたパリっぽいっていう感じの色ですね。これパリっぽいですよ。すごい色がまさにパリですね。はい、なんかちょっとフレンチ気になってる人はこういうネクタイがいいと思います。これ買うかな。はい、今日も2本買ったし、ベージュのスーツにタブカラーにこんな色のネクタイ、まさしくパリな感じ。はい、なんかオリジナルもすごいいいのがたくさんあるんですよ、ね、ただプレスサンプルがないからね。はい、ただオンラインに結構載ってますんで、いつもお店に入らないと紹介できない。全部このオリジナルのネクタイもハンドメイドで作ってます。手縫いです。はい、はい、トモさんのネクタイ、じゃあ僕1本だけ、これあの初めて見まして今、ああと思って、あ、これ大岡商店です。あ、大岡商店、はい、はい、フランチェスコ・マリーン、なので手に取ったということは買わされますよ。あ、僕が来週してるかもしれない。はい、これ良くないですか、これ原宿スペシャルですね。なんか微妙なこの色、こう角度によってこうネイビーにも見えるような感じの、はい、で、この大きなドット、この色合いといい、かっこいいです。これ19,000円に消費税です。ここでしかそうです。 F 原宿でぜひご覧ください。はい、であとネクタイじゃないですけど、これ僕好きなんですよ。これ動物園、すごい売れてる。え、ですよね。これいいですか、ちょっと。これ動物園。
うん、こう。これ動物園シリーズと脇の縁がラーメン鉢っぽいよね。あ、そうですね。ちょっと中華の感じ。うん、結構トラ。で各5000円に消費税です。これビームスのビームス F オリジナルです。はい。これまだあれですね。オンライン出してないんで。ああ、そうなんですか。はい。店頭に行っていただいた方がいいかもしれないです。もうすぐ早めに。はい。ぜひぜひあのもうなんかいろんな色をこうあの拾えてこういいですよ。はい。面白いです。裏まで色が抜けてるからいいですね。はい、あ、こういうことですね。はい、そういうのちゃんとしてるんですね。パワハラじゃないです。大丈夫ですよ。はい。そういうのは大事なんで。はい。プリントはこうやって中裏が白くならずにちゃんとこう抜けてね。はい。はい。はい、裏まで色が抜けてね。ね。意外に難しいんですよ。ここがポイントです。意外と難しいんです。ここがポイントですよ皆さんね。はい、よくほら。裏が白いチルってあるでしょ、はい、インクジェットですよね、はいはい、ハンドプリントです。それが 大事なんです。はい、はい、もうちょっとこういうバリエーションリアルなお店でもちゃんとやってきてサファリコレクションわかりましたいいんだけど結構この漫画っぽいサファリコレクションいいよね。ドレイクスっぽい、うん、そうですね、そうですね、はい、なんでもっとリアルなやつがいいトワそれは次回ですそれは次回こういうのをお店であのご覧いただいてぜひ、はい、クレバリーはあのやっぱり値上がりしたみたいです。はいはい、はいはい、ありがとうございます。もうすぐ完売です。あ、そうです、 これですね、はい、え、完売ってこれオーダーじゃないんですか。オーダーじゃないんです、あの既製品でやって先に1枚だけ入れて予約を募ってて予約で埋まりそうです。クレイジーパターン、あの面白いの、はい、ぜひこれもあのお早めのものですね、はい、あの、はい、毎回やるものじゃないので、はい、お早めにポリエルドです、はい、ずっと前にオリジナルで作りました、はい、そうなんです、うん、F のオリジナルですもん。 それが元ネタということです、はい、あとここをハケメにしてここをストライプとかそういうのがある。へえ、それも家にあるので本人ああ、ぜひぜひ。今日はない。今日はない。はい。3万今日持ってこいよ。2000円の消費税です。怒られてる最中です。はい。邪魔しに来ただけなんで。なんかね、ハケメのシリーズの方が、ちょっと、あの、いわゆるギャルソンシャツっぽいんですけど、あっちはあっちでいいですね。でもネタはギャルソン。じゃないですもんね。はい、ゲレイヒロ様からクレイジー注文しましたということで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、早速。もうすぐ完売です。早速ありがとうございます。はい。めったにやりません。お早めに。お早めに。はい、ありがとうございます、はい。はい。いつまでもあると思わないでください。どんどんかぶせていく。まあ、要望があってもそんなにこう、乱発するアイテムじゃないので。そうですね。なんか珍しくて、スペシャルな。その珍しくて行き渡らなくて、うん、はい、あれ買ってきゃよかったなっていうのを聞きながら早く買わないからですよぐらいにしたいっていう、ちょっと意地悪なんですけどそういうアイテムなんで、数量限定ってもないじゃないですか、はいはい、でまた違う限定を買っていただく、はい、そうですね、次の機会に、はい、皆様にご支持いただけるよう、はい、支援者の方々よろしくお願いします、はい、高橋秀樹でございますまあこういう面白いものもあの原宿F にはございますので、はい、ぜひ見に来てください。双子玉川じゃないな。え、残念ながらあれはないですよ。あれは。まあでもね、はい、声があるとね、双子玉川のお客様がぜひこういうのとかね、あるとね。責任持って販売していただけるんであれば。販売していただける。我々いつでも。はい。でもいいよね、双子玉川、空気がいいよ。空気がいいです。はい。気がいいよね。気がいいですよね。空気もさ、本当気がいい感じがして。はい、駐車場も取りやすいです。駐車場も駐車場。いや本当にね、これはね、あの他のどこどこは言わないんだけど、はい、全然違うんだよねやっぱり、ね。その館内も含めてっていう。そうそうそう。エリア、いろんなエリアがある。はい、エリアあるけど、二子玉川は、ね、いいですね。俺も好きだね。ぜひあのいらしたことない、ね、お客様ぜひお願いします。すごい。もしかしたらこうやってお店に当たってる1ヶ月に2はもしかしたら大体行くのが水日です。水日です、はい、水日です。チャンスあのこういうあのスーツスタイルじゃないかもしれないので、はい、ご注意ください。マルチストライプのプローバーとかで見かけたら
金大本でご飯食べようと思うとすげえ人が並んでて食べられない。あ、上の人だよ。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとここで締めちゃいますか。ここで。いやまだ喋りたい。締めたい場所があれば。締めたい場所はないですけど、もう大体いつもさ、もういいじゃねって言うじゃん。はい、そうです、そうです、はい、ちょっと我慢した。そんな思ったじゃないですか。思ったじゃないですか。いや、大体1時間だからさ、見てる人も退屈しちゃうんだよ。そうですね、あんまりだらってやってもちょっと、はい、じゃあ最後に、あの今日のガンクラブ君の2人。あ、はい。ちょっと登場いただきましょうか。はい。あ、今日ガンクラブ。ガンクラブさん。なんか似てるじゃん。ガンクラブ。ガンクラブ。トレンディーマセト。いいですね。はい。ぜひ。なんかもうガラガラ。ガラガラ。ガラガラ。近くで見ると違います、ね。まあまあ。おまけが。結局ビームソースタッフはみんなガンクラブ好きだ。あ、好きですね。ありがとうございました。で、こう、こう映しながら、ほら、こうでしょ。ほら、まさにディレクターですね、これは。結局みんな好きなんだよね。ちょっと、ほら、マスマセのビームスはみんなガンクラバー好きだって。すいません。ありがとうございます。ちょっとそれを出したかったです、今日は、ね、ガンクラバーを。マセさん、町田さんでした。ありがとうございました。はい、かなり個性的な2人でした。次4月の予定ですね。4月下旬なのか、はい、またちょっと運営チームとまた揉んで、はい、じゃあ斉藤さん最後に、WD 竹蔵さんが、はい、パンチの質問、竹蔵動画、あ、これ揉んでましょう、はい。毎回出るあのパンツの丈の質問を、あ、パンツの丈の僕が話してるんですけど、はいはい、お二人の見解を、パンツの丈の正解ってあるのでしょうか。以前より少し長めを推奨するコメント多いですが、うん、ピッティスナップを見ますと、うん、今まで通りくるぶし丈の人もいます、うん、少し太めのジャスト丈の人もいます、うん、長めが流行りではなく、さまざまな丈感を楽しむ人が増えたということが事実ではと思ったのですが、うん、皆様の見解をお聞かせいただければ幸いです。どう思うか。ああ、そう。ね、毎回言ってるんですけど、まあ、履く靴によっても変わるし、裾幅によっても変わるし、ディティールによっても変わるんで、なんか今は長めが気分っすよとか、短めがどうのとかあんまり僕はないんです。で、お前いつも短いじゃんみたいな感じで言われるんですけど、はいはい、あのまあパンツとスタイルでその都度相談をできるんで、なんかあんまり僕はなんか最近はハーフクッションがワンクッションですねとか、なんかダブル幅も細い方が良くないですかとか、うん、あんまりちょっとそのバーンって言えないっていうか、やっぱそのアイテムとその方のスタイルとで相談をしたいって感じなんで、僕もあの好みはもちろん伺うんですけど、もう本当お好きな感じでいいかなって僕個人的には思ってます。あの去年はあのちょっと短く上げたから、今年はちょっとこうあのちょっとハーフにしてみようかな、ワンクションにしてみようかなとか、なんかそんな気分的な、あのちょっと今秀樹さんも言われましたけど、気分的な感じで全然いいかなと思うので、あの特にパンツのその丈の長さに流行とか、なんかそういうこれが絶対っていうのはやっぱりないと思うので、もう皆様の好きな感じ、シングルもそうですけどダブルもそうですけどね、あの本当好みで選んでいただいてもいいかなと、まあ、あるよ、太いパンツはこのぐらいとか、そうです、細いパンツはこのぐらいとか、見え方で、はい、お前いつもこのぐらいとかあるんだけど、だけど、はい、うん、なんかそんなにね気にしなくていいと思うって答えちゃうのが多分ね、あのモヤモヤすると思うんだけど、モヤモヤしてください。あのいろんなこう長さの位置で、あのちょっとピンを打ってこう遠目からこうあの姿見でこう、はい、ご覧いただいて、じゃあちょっとやってもう一回短くしてみましょうか。毎回同じぐらいに見えると思うんですけど、はい、気分の裾幅が変わると自分また下長くしたり、
細くなると短くしたりとか、ね、あの同じ服でも去年と今年で変わるんですよ、まあ、変わんないこともあるんですけど、まあ、そういうのも楽しむって考えて、まあ、叩きであげちゃうともあれなんだけど、はい、裾幅太くて短いと結構やっぱバランスが取りづらい、全体のバランスがそうです、ね、まあ、裾幅が結構あるスーツとかだったらある程度やっぱりハーフクッションとかにされる、ワンクッションとかにされる方がまだ扱いやすいかなっていう。で、まあ、裾幅が18、19とかそれぐらいだったらハーフクッションかノークッションぐらいがいいんじゃないかなと個人的には思う。いや、僕もそうだね。裾幅が19ぐらいになるとちょっと長めの方がいいんですけど、18とか 18.5 とかの方は短めの方がいいと思う。20オーバーとかになってくると、ちょっと短いと思う。長めが流行りじゃないんだよね。長めが流行りっていうのが間違ってるんです、うん、考え方としては。裾幅が広くなったら長くするっていうので、短いと、細いパンツが好きな人はやっぱり短く履いた方がかっこいい。だからそれがイタリア人もそうだっていうふうに。やっぱりピッティでももう本当さまざまだったりですから、はい、基本的に日本人みたいに太いパンツ履いてそんなにいないんで、圧倒的に7割8割は細いパンツ。斜めが流行りというよりは前が短すぎたというのがある。そう前の短いのに比べると、まあ、元に戻ったっていう感じになってて、で、裾幅が太いパンツですとはちょっと長めになってるっていうのが、まあ、僕らが海外行ってみるのは実情なんですけど、まあ、お店でいるとまたね、いろんなこれがあると思って今日二人に聞いてみました。ありがとうございます。恐縮です。はい恐縮です。WD 様コメントありがとうございます。よろしいでしょうか、それで。はい、ありがとうございます。おまけもあるよもう締めようとしてんじゃないですか毎回ね、その丈と幅のことは出てくるんで、はい、はい、まあ、お洗濯の話は僕のブログで書いたんで、はい、今日は、はい、ぜひそちらをご覧いただいて、はい、おまけ。あと、君様、あのクレイジーパターンは、すいません、同じくだけでございます。ご来店かウェブ決済、はい、お問い合わせはできないので、よろしくお願いいたします。ウェブ決済はできます。はい、はいはい、ラブ様が何時間でも見れます。もう帰りたいです。ヒデキさんは今日1時間やるのですら渋ってます。なんかそれなんかラジコンのなんか車輪変えたい。そうなんですよ。今日タイヤ買いに行って、はい、今日家帰ってすぐやんないといけない。はい、タイヤ交換しなきゃいけない。タイヤ交換があるんです。仕事でラジコン。でタイヤ交換があるので、今日はこの辺で締めたいです、はい、ありがとうございました。えせっかくなんで、俺たち邪魔しただけだありがとうございます。今日はディレクター陣とご一緒でございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。今日は僕もいます。そうなんです。でもあれだよね、やってる途中におまけもあるよって言っただけなんで、みんなこれちょっと定着してますね。してるんじゃないですか、うん、こういうトーンの社内っていうか、はい、いや今日はどうでしたか。楽しみましたよね。何ですか、スリルとスリルと笑い、サスペンス、スリルと笑いのファッションチャンネル、はい、人気チャンネルです。ごめんなさい。でもこのディレクター陣とのコラボは
結構直前に聞いたんですよね。まあ、そうです。でも、まあ、はい、注目していただけてるっていうのでいいなと思います。あ、その、 あの社内でも、はい、ディレクター陣に、はい、なんかやってるよね体だったじゃないですか。いろんな人、あ、なんかやってるみたいね、見てるよみたいですね。はい。本当にこれ見てくれてるんですかね、いつも大人の配信、まあ、今までも変なこと言わないかどうかも監視されてると思います。監視され見てましたよ。あ、見てました。戦中のデニムパンツ準備ディレクターが見ていただいてる。あ、でもね、あれは六本木でやったから、六本木結構ギャラリーのものやってんだと思って。あ、ヒルズの会。そうそうそう、はいはい、で、なんかギャラリーの人も向こう行ったり行き来すればいいのかな。それはまあそんな話はね、まあ、そうですね、それは社内の話です。でも今日ちょっと飛ばして聖火門も話しちゃったからさ、もうちょっとこう聖火門次にするみたいな。ああ、例えばリネンとかリネンシャツとか、うん、まあダブルポイントで買ってほしいねとかって言いながら、はい、なんかその半袖にはまだいいですよ、もう3月から半袖売っちゃうみたいな。でもやっぱり早めのお知らせが皆さん、あの、本当知りたいと思うので、はい、今日何が入ったとか、はい、あの、まだオンラインこう出てないの。マキやっぱ俺がいない方がいいね。マイナスちゃんとやった。いやいや、そんなことですよ。おまけも楽しみにしてます。そうなんですよ。このメンバーでまたやってくださいねっていうことなんですけど、どうでしょう。やっぱカメラでさ、マイナがこう見ながら、はい、今日トモさんどうでしたっていう方が楽しいけど、やっぱいない方がいい。いやいやいや、今日ちょっと特別な回だったんで、うん、ちょっとお二人の感想的なのも聞けたらなっていう。いや、今日は、いや、一時はもうどうしようかなと思ったんですまあ確かにね、こう尺の使い方をね、そうなんです、好き勝手やっていくからね。そうなんですよ、だからあんまりこう、ぐだってやっちゃいけないのかななんて思いながら。一番気遣ったんでしょうね、今日割と好き勝手やったし。はい、はい、あれ、お二人とも、ね、ジャケットおじさん様からコメント来たみたいです。ジャケットおじさん様、ジャケットおじさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。コメント楽しみにしております。皆さん、まあ、本当にお疲れ様でした。SE さんに、火曜日は展開次第では最終回になるかもしれないと言われて、ビビって本編でコメントできませんでした。でも、いろいろスリルがあって最高でした。あ、この本番の展開次第では最終回になるかもしれない。なるほど。そんな話があった。なんか言ってたんじゃないですか。あの SE さん、SE さんにもしかしたら本編でなんかやらかしちゃって、で、大人の配信が最終回になるかもしれませんよみたいなこと。そういうものかな。白井さんかと思ったんですけど、沢井ですかね。白井さんか。SE さん、はい。白井さんで。でもまあ、あの、いつも通りスリルがあって、引き続き継続でお付き合いください。そうですね、はい、署名はこちらまで署名ジャケットいいですね、はい、はい、MS さんからです。すごい昔のジャケットで、まあ、色ほぼ一緒なんですけど、一回染めたんですよ、上から。あ、出ましたね、はい、だから自力染めですね、また。いや、まあ、ほぼね、この色だったの商品もコットンの F の古いやつなんですけど、はい、染めたから、ほら、袖裏まで合う、うん、お、ほんと、これ白だったんですね、うん、最近やってます、こあの染め。最近あんまやってないね。やってないですか。めんどくさくてタイヤ交換で忙しいですね。タイヤ交換もう今日、急いでないよ。明日休みですか。これもボリエロです。これボタンダウンを、あの、ボタンなしにしたので、タイスペースがちょっと開いちゃってるレギュラーなところが納得がいかないんですけど、こんなんでよかったら同じものが作れます。こんなんでよかった今カットのギャザー、これでいいんですよね、はい、はい、まあ流行りとかじゃないですけどね、ナポリな気分っていう感じ。日曜日までどうでした。日曜までです。はい、はい、はい、まあ、という感じですか。という感じです。もう時間も時間なので、はい、そうですね、タイヤ交換の時間なので、タイヤ交換深夜になっちゃいます。タイヤ明日休みでレースですか。いえ、明日も出勤、明後日も出勤、その次も出勤。出勤前にタイヤ交換大変ですね。ちょっと様子見てください。ああ、ちょっと具合を、はい、さあ、ということで次回はその出来上がった、もしかしたらラジコン、本当人形じゃなくてラジコン、ちょっと僕交渉しておきますかね。、はい、ありがとうございます。皆様
本当に遅くまでありがとうございます。ありがとうございます。はい、まだ200名以上の方が見てました。はい、ありがとうございました。早く風呂入って寝た方がいいです。そんなせっかく見ていただいた方にそんなこと言っちゃダメですよ。アーカイブで。アーカイブも残ります。ぜひよろしく。ありがとうございます。ありがとうございます。次回はどこでやるかちょっとまた、はい、お知らせいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。